じゃあ純ちゃん後半よろしくお願いします。はい、後半お願いします。前半はスコアは44でした。はい、なので、まあ、44か43ぐらいで回ってこないと目標88を切ることができませんので、ちょっと頑張っていきたいと思います。で、あとあれですね、クイズリンゴルフをどうですか。はい、まあちょっと私も楽しみながら昔の話を楽しんじゃってるんですけど、まあ、昔からね見てくださってる方々はああ知ってるよみたいな感じだったらいいなと思っております。じゃあ後半もね、残り問題は5個用意されてるんですか。はい、5個あります。あと私のスコアも応援してください。じゃあよろしくお願いします。お願いします。パー4、384ヤードですね。はい、でこれは多分バンカーまでは行かないから、まあ左側が安牌かなって感じです。じゃあ後半もお願いします。ご飯の後って本当体重いよ。うわ、跳ねちゃいましたね。あ、でもありそう。はい、でそうだなって思ったんですよ、あれが。よし、行きますか。はい、まだまだワンチャン乗るけど、これなんかチクチクしてる。虫が総攻撃ですね。やばい、頭の高さを変えない。ああ、下手。バンカー、ちょっとバンカーが先に、お腹いっぱいで見つかった。82ヤード、ピッチングでやってます。火があるね。おお、乗りました。木スレスレでしたね、葉っぱに。そう、葉っぱスレスレでうまくいけました。スライスです。左、いや、スライス強いかな、スライス強いな。おお、惜しい。ボギーです。はいはい、はい、ボギー。ちょっとパー取んなきゃいけないんだよね。よし、いや、なんか低気圧のせいか耳が変です。じゃあ純ちゃん、はい、リンゴルフを後半一発目いっちゃおうかなと思います。 OK、はい、お願いします。第6問ですね。6問、はい、はい、2018年、うん、リンゴルフすごいイベントをたくさんやった年で、リンゴルフオープン、はい、1回目、1年目ってことかな。そうです、そうです、はい、まあ、全国各地でたくさんの人様に参加してもらう、うん、まあ、すごい大きいイベントに、はい、はい、なりました。はい、で動画は2019年1月18日公開、うん、太平洋クラブ宝塚、うんうん、海外から帰国して参加された方が いるんですけど、視聴者さんで、ああ、帰国、うん、そう、え、もうずっと出てる人でしょ。うん、うん、ちょっと思い出してきました。思い出してきた気がしますけど、少数細かく思う。どちらの国から。あ、もうこれはね、簡単ですよ。簡単、はい、その方だってチョコレートとか持ってきてくれた方だよね、多分。ああ、じゃあめちゃめちゃ覚えてますね。覚えてます、覚えてます。なんならいつもインスタライブとか追っかけて見てくれてるんですよ。あ、
なるほど。私のやつとか全部いつも出てくる。了解です。今も、うん、今も、はい、ありがたいですね。ありがたいです。では、はい、その国名をご回答お願いします。はい、サウジアラビアだってサウジアラビアだって。こんなにさ、どうやってたよね、自信満々に言ったのにさブーブーとかだったら嫌だなと思って確認しちゃったよ。じゃあもう一回いきますよ。はい、はい、じゃあ純ちゃん回答お願いいたします。サウジアラビア。正解です。イエーイ、さすがです。なんかサウジアラビアの石油王とかちょっと金持ちを紹介してくれるみたいな話とかもしてたような気がするんですけど、まだしてもらってないです。なるほど、はい、じゃあそのうち、はい、されるかもしれないです。そうですね、してください。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。そう、ちょっとね、最近になってくるんで、結構答えやすくなってくるかなって思います。まあそうですね、結構そうですね、思い出してきたところというか、うん、もう打てる。打てますね。はい、じゃあ行きます。はい、行きます。パー5です。はい、ここはパー取りますよ。ホール、ホールでいいです。ホールでいきます。フェードとか入れます。ホールに。ギリギリ。あ、なんか戻ってきた。なんかコロコロ、あれかな、カートどうかな。あ、コロコロコロ、すごい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 飛びました。あ、カート道路語彙力みたいな。185ぐらいのところに川、なんかそうですね、川うん、一本通ってます、ね、あるんで、まあ下ってるのもあるから7番ウッドで160ぐらいを打って刻みます。よいしょ。お、おやおや、なんか下っていきましたね。行ってみる感じで。行ってみて、あれだったら手で戻します。不正です。なんか普通に残ってましたね。はい。不正しなくて済みました。しないけど。落ちてもワンペだったっけ。うん。まあ余裕すごいある。はい。もう完璧ギリギリのショットですよ。ベタピン行きたいな。打ち込むか。ぶっと。うわー、噛んだ。やっぱね、芝がどんどんとこう重たくなってきて、ね、引っかかりやすいですね。このアプローチも結構。マイケルに教えてもらったレッスンのアプローチでいきます。うまっ、はい、いい、 OK パッドですね。これでとパーですか。逆にパー入れてね。はい、いや、この S のアプローチが使えるようになって結構いい感じです。おー、上がりました。結構ナイスパス、ありがとうございます。行きますか、次のペース。はい、320ヤードです。パー4。はい、バンカーとバンカーの間
バンガン入るわこれ。お、出てましたね。ご飯食べて明らかに元気なくなってる。うん、ちょっと眠いよね。ほんと眠い。前半ちょっとポカポカしてたからね。あ、ちょっと寒くなってきたし、うん、今は寒い。なんかさ、最近純ちゃんイコールお酒が定着してきたね。あ、リンゴルフでも、リンゴルフでもあまり見せてなかったんだけど、リュウって多分一番飲むから、多分ママ飲んじゃってるから普段。初めて飲んだ時も強かったです。いや、そんなことないと思うけどな。でもめっちゃ強いわけじゃないじゃん。少し飲むぐらいで、人より。なるほど。でもね、3口目ぐらいからもうグワングワンしてくるんですよね。あー、なるほどね。そう、だからダメです。ダメなんだ。140ヤードぐらい。何それ、体が反応した。体が、うわ、いやダメだ、ちょテイクバックができなくなってる。これまた救いのアプローチでいきます。ちょっと待った。葉っぱが、やっぱ大きくなっちゃうね。失敗。マジか、まっすぐだ、やばい。ボギーパット。ダボダボ。ちょっとあれですね、ご飯を食べてリズムが。ご飯食べてまあまあお腹がなんか重たいというか力が入らないって感じです。足もだるいし、頑張らないと。せっかくパー取ったらまたダボ取っちゃったら大変だ。